いらっしゃいませ、こんにちは。オートクチュールランコントレ桂店の中川と阿部です。今日、じゃあ YouTube ですけども、はい、あれ、ま、真ん中の席はどういうことですか？ですね、今日はちょっとスペシャルゲストに、あ、いるんですか、そのゲストが。はい、出てきてもらいましょうか。出てきてもらいましょう。はい、お願いします。はい、花が増えましたね、また。では、お名前を。はい、酒井明乃です。4月から入ってきてくれてる新人スタッフです。はい、はい、今日はじゃあ、この酒井さんについて皆さんに知ってもらいましょう。いっぱい知ってもらいましょう、今日。では、質問を今日はしていこうかなと思います。はい、はいはい、まず、趣味を教えてください。趣味わーですか、趣味は。音楽聴くことですかね。音楽ですか。はい、例えば何を。例えば、結構もうオールジャンル、何でも聴くんですけど、洋楽とか、洋楽とかヒップホップとか K-POP とか全ジャンル。中川さんと全然違う。中川さんは昭和困ってる。昭和で好きな食べ物を教えてください。好きな食べ物は、お寿司。うわ、え、今さっき俺が言ってたの。違います。お寿司食べたいって言ってたから。パムタン。いや、お寿司好きです。ネタはサーモンです。いや、一緒や。何ですか。え、俺、うなと巻き。もう食べたわ、美味しい。めっちゃ美味しいですけど。好きな、え、男性のタイプ。男性のタイプ、あ、気になってた。あ、言ってないですか。色っぽい人。中川ちゃん。いや、いや、色っぽい人。確かに言ってたな。あ、はい。自信を持って、高橋さんのチャームポイントを教えてください。自信を持って、自信を持って自分のチャームポイントを。そうですね、自信を持ってチャームポイントは、はい、何ですか。じゃあ、鼻のほくろで。で鼻っぴを当ててるみたいになるんで。へぇ、おしゃれ。どんな美容師さんになりたいんですか。はい、お客様に愛される美容師になりたいです。おー、誰、初めて聞いた気がします。すぐなる、すぐすぐなる。これ一番大事。はい、なんで、はい、このオートクチュールランコントレを選んでくれたんですか。は、うん、もう人間関係というか人柄に惹かれて入らせていただきました。恥ずかしい、なんか。どんなとこ見られてるの。恥ずかしい。中川さんの人柄が良かったじゃないですか。そう、ほんまかいな。ずっと惹かれました。いや、最後に、はい、これは二人からの質問じゃないですよ。この画面越しの皆様に最後一言、はい、頂戴したいです。はい、まだまだ未熟ですが。昭和やん。これから頑張って、スタイリストデビューに向けて頑張っていくので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これから3人体制で、さっき前までずっと2人で営業だったんで、そうですね、女の子が入ってきてくれる。明るくなってますんでね、また。ストライク。一緒で。あ、全部立て。タネシロが入ってます。誰が立て。これからよろしくお願いします。お願いします。はい、この動画が良かったと思われた方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。中川さんが一番可愛いですか。